松下さとみの音楽っていいな。皆さんこんばんは、松下さとみです。6月の24日葛飾区、立石にあります葛飾区役所の敷地内にございます葛飾 FM かっちゃんスタジオより今日も生放送でお届けします。1時間どうぞよろしくね。さあ窓の外を見ると、結構、木々を強い風が揺らしながら、でも雨は降ってなかったね。今日は絶対徳永英明さんのレイニーブルーをかけるんだっていう気持ちを先月から心に決めていたのでここの立石、区役所、区役所っていうか、葛飾区のあたりでは雨はそんなに降ってなかったような感じなんですが、1曲目にお届けさせていただきました。私の住んでいる、世田谷の方の地域でもものすんごい雷は鳴ったんですけど、ちょっとだけ重ための雨がバタ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 数分だけ降ってすぐもう止みましたね。でもね、また、2017年のような川が決壊したりとか山が崩れたり土砂が崩れたりっていうようなぐらいの激しい雨だけは、台風だけは今年はないように神様にお願いしたいもんです、ね、自然には勝てないけれども、なるべく、もうみんな苦しんでますからね、あんまり、意地悪をしないでほしいなと。程よい雨、程よい風、程よい天気っていう感じでお願いしたいななんて思っております。はい、この番組松下さとみの音楽っていいなは、大きな敷地から小さなお庭までどんな場所でも丁寧に剪定お手入れをいたします。調布市神代寺のお寺のそばにあります造園業神代の庭がお届けします。今日はっていうか、先月皆様にご報告しましたが、私松下さとみニューロード、渋滞を避けるがためにニューロードを探しながらアレンジを加えて走ってたら、見当もつかないところに、飛び出してしまいまして、車、スタジオ入りを1時間ちょい遅れて入りました。スタジオ入りっていうか葛飾この、FM の局にね、超焦りました。本当はもう、4時半から5時ぐらいまでの間にはいつも局に着いてるんですけど、5時半過ぎに着いたのかな。もう焦った泣きそうになりましたけれども、なんとかそれでも間に合って放送できたんですが、そんなことを今日は、またあんなドキドキして落ち着かない1時間を過ごすのは嫌だということで頑張って、まあ普通には出てきたんですけれども、アレンジなしの分かりやすいいつもの道で安全にやってまいりました。ああよかったよかった。そんなわけで先月は本当にヒヤヒヤさせたと思います。今日も私のパートナーを務めてくださいます、パーカッションのこの方を紹介したいと思います。こんばんは、いつもあなたの心のそばに大島のりおでございます。どうも、よろしくお願いします。そばにいすぎありがとうございます。ねえ、先月はねお騒がせしました。ヒヤヒヤしてたでしょ、はい、この番組ねやらかすんですよ本当にやらかすんですよ平気で遅刻だいたい渋滞に巻き込まれてっていうパターンがあるんですけど、はい、その場合はもう本当にそこにいる人が
はい、勝手に始めてもらうっていうルールがありますあるんですか、はい、そういうルールが。そうルールがあるんですそれをね見事に成し遂げた人も後からあの素敵な人がいらっしゃるので、はい、その方にその話をね聞いてみたいと思うんですけどいやいやいや、でもどうでした、 大島さんのお住まいの方では雨、はい、嵐とかありました今日。嵐はないんですけど、嵐はなかった。あの雷鳴りましたね、うん、雷鳴りましたよね、はい、あららららららあららららら、あらら楽器持っていくのにあそうですよね、花粉持っていくのに結構な雨降っちゃうときついですよね、傘さしてても、はい、あでも一応ビニールか何か かぶせて、ゴミ袋45リットルもっといいバケージか何かないのでしょうか、ゴミ袋で、はい、ゴミ袋45リットルを45リットルで、はい、ことは済むんですか45リットル。いや結構小さくて70リットルぐらいにした方がいいですよね、はい、70の方が楽にかぶりますあと厚みのあるやつ、なかなか破けないやつっていうのは売ってますからね、はいはいはい、あそうなんですか。もうありますよ、ホームセンターとか、はい、なんかこう業者の人たちが使うぐらいの結構いろんなゴミを入れるのにも、まあ尖ったものは無理ですけど、はい、ある程度のこう強度がある70リットルとか90リットルとかありますよ、はあ、うん、はあ、だから大島さんも一緒にかぶれるあじゃあ傘ささなくて大丈夫、ささなくていいのよ。おすごい息できますかね、息でき、もうストローでちょっとこうシュッ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 って、忍者的な、そう忍者的な感じでやったらいいんじゃないかと思うわけですそう大島さん聞いてください、はい、何でしょう、大島さんは腱鞘炎とかならないですか、はい、やっぱり叩いたりスティック持って演奏したりっていう、長年腱鞘炎はないんですけど、なんか昔、うん、テニス肘になったことありますね。テニス肘、はい、テニス肘というのはテニス肘なんか曲がっちゃったりしてるんですか、どういうことですかテニス肘、決められた方向にこう回すと痛くなるっていう、肘のあたりが、あでもそれも一種の腱鞘炎が使いすぎで、はあそうですか、多分なんですけど、はあ、へ、はい、それは完治しました、しました、あ治るもんなんですね、私ね実は右手、はい、ちょっと若干バネ指みたいな、バネ指ピョンってこう指が曲がったままもこうグーをしたらパーにできないっていう、ちょっと関節が、関節を痛めちゃったみたいで、はい、どうしても朝起きてもこうずっとこうギュッと腕を、手のひらを拳を握ってるような状態で、それを伸ばそうと思うと、はい、パコーンつって痛い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 みたいな、無理やりビヨンって、それがあって、はい、これもうだいぶちょっと生活するのに厳しいなっていうことで、昨日整形外科のお医者さんで、ステロイドの注射を打ってもらった、はい、中指が痛いって言ってるのに、その先生人差し指にまず刺したんですよ、先生あの中指痛いんですけど人差し指でいいんですかって言ったらあいけない間違えたとか言ってあれ違ったっけとか言ってあれ人差し指じゃなかったとか言われて、いや先生すいませんで結構痛いんですよ、その注射が針を刺す瞬間、はいはい、ブスッと刺されて、でお薬入れる瞬間はもう大丈夫なんですけど、その一発目のこう皮膚を貫通する針が痛くて、最初から先生もこれは痛いからね頑張れる頑張れるとか振りまでもらってたのに間違えられて先生そこじゃない、あらごめん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 、じゃあごめんね痛い思いさせるけどもう一個行くねとかつって中指のところ刺してもらって、はい、まだちょっと徐々に徐々に聞き始めたけど、今グーパーグーパーだいぶスムーズにできるようになったんですけど、はい、そう、まあちょっとこれで様子を見て、また来月ももう一本打った方がねなんて言われたんですけど、はい、もう ここに打ってくださいって丸つけようかなと思って、今度は間違えられないそうですねびっくりしちゃった、もうサービスで2本も打っちゃったイランサービスでしたね。で私右の指、あじゃない、中指、右の中指と、はい、人差し指の間のこの谷になっているこの辺の骨、はい、痛いんですよ。へえ。なんだろう、気がつか知らない間に誰かをグーで殴っちゃったのかなっていうぐらいの痛さ、拳が痛い、結構
まあ、痛みですね。じゃあでも赤くもなく青くもなく腫れてもいないから、まあ何かしらのやっぱりその指の原因かなとも思うんですけど、はい、ちょっとね、なんか寝てる間に何私主人でも殴ったかしなんか暴力しちゃったのって思うぐらいの痛さで、不思議ですよね、何この痛さっていう。原因ははっきりしてないんですよね。もう記憶にございません。まあそんな心配ですね。そんな、そう今月だったんですね。うん、何なんでしょうね。なんでしょうね。何でしょうね。不思議ですね、はい、うん、まあまあまあそんなことでですね、松下さとみちょっといろいろ怪我はしてますが。そうです、怪我はしてますが、ありましたもんね。足もまだ治ってはいず、はい、まだまだなんですけれども、まあ頑張って頑張っていきたいと思います。はい、はい、じゃあもう一曲、夏らしい歌、この季節から、はい、まあちょっと前になるかな、でもとても素敵な、雨にも似合う曲、はい、行ってみましょう。はい、それでは今日も素敵なお姉さまよ、ゲストはこの方です。皆さんこんばんは、葛飾を代表する超美人歌手の翔子です。イエーイ。昔は殴られたんですけどね、よくこれを言うといやお久しぶりです。お久しぶりです、翔子さん。元気ですか？半年ぶりぐらいかな。そんなになります？全然そんな気がしない。しないよね。なんか2ヶ月ぐらい前来てませんでしたって思うようなぐらい。だよね。半年前ってことは12月。そう。あ、締めに来たんですよ。締めに来た。大島さんこの方です、はい、私と井戸さんが車の渋滞に巻き込まれ、はい、翔子さんが、はい、とある12月のクリスマスの頃、はい、この番組年末の最後の日、放送最後の日、遅刻しました二人でね、はい、間に合わずで途中から電話して、はい、翔子姉さん先に喋っててくださいそうでやっていただいたんです。 それで、ま、松下さとみになったつもりでね松下さとみになったつもりで、うん、いいなとかってね叫んじゃってね、はい、うん、でそれを車の中で聞いてたんだよね。そう面白かった、自分の番組を誰かがやってるという確かに面白い。この曲っていうかこの葛飾 FM さんはやるんですよ、うん、OK なんですそれ恐ろしいですねでスタッフの方にすいません、私たち間に合いませんから翔子姉さんに始めてもらってください。いいんですかいいんですかって言ってやったんですよ。何分ぐらいやったんですか？いやでもすぐだったね。そう始まってから5分ぐらいで、ちょっとその窓辺でにんまりしながら2人で見てて、早く入ればいいもの入らずじっと見てたっていう。オープニングには間に合わなかったね、私がタイトルコールをしました。その節はお世話になりました。また先月もそれをやりそうな感じでした。そうだったんだ、大変だったね、うん、焦ったけどまあなんとかなるかなと思って、でも大島さんのが焦ったんじゃない？はい、はい、来ない、ですよね。来ない音合わせ
せもできない、うん、そんな感じで、ね、やってたんですけれども、そうなんですよ翔子さんね、懐かしい。そう、今1曲目は、うん、紫の花咲く街で、葛飾を舞台にした曲を、うんうん、はい、で今からちょっと BGM で、ね、はい、流れてるのが、はい、10年っていう曲、はい、うん、これはもうあのこちらのね葛飾 FM さんで、うん、番組私12年やらせてもらったんですよ。でちょうど10年経った時に、うん、あのリスナーの皆さんに何か1曲作るわって言って、うん、約束をして、でこの葛飾 FM で過ごした10年のことを、思いながら作った歌なんです。まあ、じゃあ葛飾 FM さんで、うん、番組やってなければ生まれなかった、生まれなかった、そうです。へ、これ2曲一緒の CD になってるんですけど、うん、葛飾を、うん、で過ごした私 の、うん、あの歌です ね、 ね、2曲はね。そうか、素晴らしいです ね、うん、ね、だからいろいろ思い出しますね、うん、本当にね。翔子さんはね、葛飾にはなくてはならない娘ですから、はい、いや、どう、そうですか、来るの、ライブ来んの、来ないのあのどうすんの、じゃあいいとかつってパン使って、あ、そうですね、だいたいそれで、だいたい、だいたい、そう、認めちゃって、だいたい、だいたいそうなんですね。だからこの間も、うん、あのこのコロナの緊急事態があの発出されてる時に、うんうん、まあ、私 の、 そのライブ、毎年やってるライブをね、うん、やって、うん、そうやったの、やったんですよ。したら去年はさすがにね、うん、去年もやったんですよ。あ、やったんですか、緊急事態真っ最中にそう、だけど去年よりもやっぱりお客様増えてましたね、今年の方がね、今年のね、うん、6月 14?14 です ね、うん、バースデーライブ、そう、バースデーライブ、お疲れ様でした。いや、ありがとうございます。もうだから あ、 のあれですね、きっとみんなはコロナにかかるよりも私のライブに行かないと私の方が怖いと思ってるじゃん、うん、コロナよりも怖い歌手そうそうそうだからみんな来た、来た、みんな来た。でもだいぶあのワクチンも打たれたお客様もいらっしゃったんですか。たくさんいましたね、たくさんいましたか、うちのお客さん年齢的にそう、だからみんな報告するんですよ、うん、私に、うんうんうん、あの打ってきたよって打ってきたよ、珍しいライブですよね、はい、打ってきたよそれがパスポートみたいな、そうそう、打ってきたよ、うん、それで打ってない人はいついつ打つんだよねって、うん、報告が入ってます。安心安全です。良かったですね。でも、そうですね、お疲れ様でした。どうでした今年のライブは、どんなか、私ね、うっかりしててお花を贈ろうと思ってすっかり日にち忘れちゃって、今日プレゼントもらっちゃってありがとうございます。お誕生日、お誕生日祝いでおめでとうございます。お肌に良いものをいただいちゃって、シワ伸ましクリームです私も愛用、ね、大事だよね、大事大事だって、出てくるもんは出てくるからね、うん、多少はねまあ気持ちばかりであの、ね、ピッとなればいいなって思いながら私も使ってるやつです。いやいやいや笑いじわがね、そう、ちょっとね、ほんと気になるよね、気になっちゃうけれども、うん、今回も、うん、あれですか、昼の部夜の部2回回し、2回回し、ね、2回回し、お疲れ様ですね。そうなんですよ、やっぱりもうちょっと年齢が高いから、うん、昼の部を作っとかないと、うん、皆さんね、うん、夜だけだともう行きたくないわっていう人とかが多いの で、うんうん、で昼に来てくれる、うん、人もね、人が結構いるんですよ。優しいですよね、お客様のために2回回しで、はい、あの翔子さん命を削って歌っていますいや今年はちょっとしんどかったわ、やっぱしね、年も重ねたもんでね、結構ヘビーな曲っていうか、あのアップテンポとか、はい、結構体力使うね、歌とかも翔子さんの作品の中にはあるから、そうですね、なかなか大変ですよね。でね、今年はその結局、うん、あの緊急事態が発出してたので、うん、あの8時までに終わらなきゃいけなかったんですよ、また時間がきつかった。それで、うん、そう、それであのいつもだったらもう9時10時ぐらいまでやるんですけど、うんうんうん、できないから早く始めて、
で早く始めるってことは昼と夜の間の休憩時間がすごい短かったんですよね。あ、いや余計ヘビーですね。終わってみんなバイバイってか帰ってもらって昼の部、うん、したらもう夜が来るっていう感じで、結構だからそれで大変だったかなって思いますね、うんうん、そうだったんですね。でさとみちゃんが電話をくれてね、そうそうそう、なんかライブが、うん、あれ終わった時だったっけ、そう終わった後かな、ね、うんね、ごめんっつっていやいや忙しい時にまた電話しちゃってごめんなさい、そんな大変だった時にね失礼いたしました。いやいやいや、いやー翔子姉さんはずっと続けてるからね、うん、すごいなと思いますよ、そういう活動をね。ほんで今日は何の自慢しに来てくれたんですか。もう自慢しちゃった。もう自慢しちゃった今。あ、今も自慢しちゃった。お客さんいっぱい来たよっていう自慢されちゃった。そうですか。え、今後の予定は何か。うん、いやもう全然ないですね。じゃあ一旦まあ、ね、そうですね。うん、さ9月にね、うん、ほら来た自慢来たよほら。9月に9月に、うん、9月にあのほらさとみちゃんと一緒に行った日光の、うん、出たあのシェホシの。はい。シェフ星野さんのでライブをやろうと思って、はいはい、おそれ で、ね、その、そう、その、9月の4日にやるんですけど今年はね、おーおー5日がスワンボートレースっていうのがあるんですよ、中禅寺湖で、スワンボートって知ってます、はい、あの白鳥の形したよくカップルが乗るやつですか、そう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 、あれで競争をするんですよ、そういう大会があるの、去年やったの私それ本当ですか、そうでみんなすっごい並んでるのに、私だけちょっと横入りして、横入りして脅しながら、翔子さんどうぞって言われて、そうでしょ やったんですよ。おうおう、でもう一人あのいつも受付をねライブの時にやってくれてる、はい、もう一人翔子ちゃんっているの、うん、同じ名前の、はい、その二人で乗ったんですよ。へそしたらすごい取材されて、はい、NHK とか出ちゃったの。あら、おおすごい。スワン様様。そう、歌では出たことないんだけど。スワンで。でも一応歌手の翔子ですって紹介はされてなくて、ただ普通にレースに出てた人ということで、すごい出方ですね。そうなんですよね。へだから今年もそのライブを前の日にやって。うん、で翌日そのスワンボートレースに出ようと思って、うん、結構豪華な商品出るんですよ。さとみちゃんどう？私あそこ好き、うん、あそこの雰囲気好き、いいよね、奥日光でそのシェホシノってねすごく美味しいフランス料理のね、うん、お店なんですけど、うん、その、 あのマスターもね、さとみちゃんのことすごいね、うん、気に入っててね、うそ、ん、嬉しい、さとみちゃんによろしく言ってんねって行くたんびに言ってるよ、ほんと、うん、私も行きたいな、ぜひライブやってくださいよまあというね、うん、この曲はそのそうそうそう中禅寺湖のねテーマにした歌、じゃあ曲紹介していただいていいですか、はい、古城の舞聴いてください。松下さとみの音楽っていいな自分のやつ押すの忘れちゃったよはい、今お聞きいただいているのは岡村康幸さんの Rain という曲です。かっこいいな、アレンジも歌も。あ、そんなところでちょっとお便りの方、はい、ね、皆さんに聞いていただきながら紹介したいと思います。このところ本当に多分これこの方は大島さんのファンかもね、はい、あ本当ですか、はい、イケイケゴーゴージャンプさん、あ、お世話になっております。お世話になります。松下さんこんにちは。先週のアニメの生歌とっても良かったです。メッセージは送りませんでしたが、帰宅途中の車の中でちょっと寄り道して駐車場に車を止めてスマホで聞いてました。ありがとうございます。わざわざ嬉しいですね。真っ白スタートラインの大島さんの太鼓の叩きとシンバルのバーンが耳だけでしたがかっちょいいと思いました。 ありがとうございます。ライブだったらいいぞ乗りよーと拳を上げていたと思います。今日は岡村康幸さんの特集をするみたいなことを先月言っておられたので楽しみです。僕は個人的にはシティハンターだと、北城桃子さんって読むのかな、ごめんなさい私どっちだろう、
北城桃子さんだよねきっとね、北に八代亜紀さんの城まあそうです、フットステップという曲が好きです。それではこれから暑くなりますが頑張ってください。先月大島さんが淀川長春さんのさよならさよならさよならを真似していたの面白かったです。あれそんなことやってたっけ。やりましたね、はい、結構見てます ね、 見てますね。しかもあの去年あ先月ね、うん、大島さん の、 あのリクエストであのこの真っ白スタートラインっていうアニメの、はい、主題、うん、なんか挿入歌、挿入歌ですね、挿入歌、うんうん、でものすごいアップテンポの歌をやったんですよ、うん、すごい、うん、私も初聴きで1ヶ月の間に頑張って練習したんだけどやっぱりところどころまあちょっと抜けちゃったりとか、なんだっけこのメロディーって忘れちゃって、まあ、パーフェクトではいつものようにないんですけど頑張りました。すごい、うん、でもあれねこの6月のね半ばぐらいまでね、はい、ずっとララ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 ラって、はい、そういうね曲だ。もうリフレインしちゃって、なんかすごいですねあのリフレインっていうかこう脳裏に焼き付く力、はい、うん、そうですね、なんか覚えやすいんですかね。覚えやすいのかな。うん、そう、そういうのをやったことをね今お便りいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。でね、いつものねもうライター君も、はい、ね、ライター君はねそのアニメの話ではないのですが、さとみさん大島さん翔子姉さんこんにちは。あら、私もちゃんと分かってるのよ。ありがとうございます。さとみさん今日は迷わずに到着できましたか。できましたい、できましたよ。はい、2年前の2019年6月24日ちょうど、24日ちょうどこの時間帯にライタは16年間連れ添った愛車とさよならする手続きをしてました。手続き中は金食い虫とさよならできると思ってたけど、いざ愛車がトラックに積まれてドナドナドナと、されていくときはめっちゃ寂しくなりました。あれから2年車のない生活に慣れたって言えば慣れたけど、たまに不便を感じることがあります。はい、なんか先月番組を聞こうと思ったらアプリが起動せずめっちゃ焦りました、うん、最悪このまま聞けなくなったとしても YouTube で聞けるから良いかもと思ったけど、リアルタイムで聞けなくなるのはやっぱ辛いなって思ったら、うん、聞けるアプリがあることが分かり、なんとか先月もリアルタイムで聞くことができました。よかった、よかった、よかった、はい、よかった、よかったね。愛車とさよならは寂しいもんです。うん、私も経験あるな。本当？うん、あのね、そうすごいあのシャコタンのですか？すごいちっちゃなね可愛い、あの、いただいたんですよ車をね。この車を乗ってって言って、うん、で、あるねあの作詞家の方がちょっと病気で亡くなっちゃったんだけど、ちょっと寂しい話なんですけど、亡くなっちゃって、で ご家族の人たちが、翔子ちゃんすごい仲良かったんで、この車使ってくださいって言って、でそんなに乗ってなかったんだけど、でもやっぱりもう古かったので、で何年か乗らせてもらったんだけど、もうどうしてもやっぱり経費もかかっちゃうし、いろんなものお別れ時だよね。 そう、でその時はね本当に寂しかった、さようならってありがとうねって、その亡くなった友達のことも思いながらのお別れだったんで、だからそのね、今お話聞いた車16年間連れ添った、寂しかっただろうなってね思いますね。愛着湧きますもんね、車にね。そうそう本当、そう寂しいよね、そうそうそう、しんみりしちゃって、しんみりしちゃう。 いやいいんです、いいんです。でもそういうものに対する思い、愛情っていうのはね、大事なことですから、何か物を捨てる時にもありがとうねっつってゴミ箱に ね捨てるとなんか違うみたい、運が何かが変わるって感じでございます、はい、今ね岡村康幸さんのレインという曲をね、かけさせていただいていたのは、今日の生歌いの、曲は岡村康幸さんで、そうなんだ。さっきもお便りにねちゃんとラジオ聞いてくださってる方が、
いやいやいや、なかなか岡村さんの世界観っていうのはすごいですからね。まあ同じようには全く私はできませんけれども、やっぱ好きな曲なので、ちょっとね皆さんのお耳を拝借しながら、はい、歌わせていただきたいなと思います。翔子姉さんもぜひまた今日も審査員としてね、はい、特別審査員として、はい、分かりました、じゃあちょっと準備の方ねかからせていただきますね。マイク、2曲続けていっちゃってね、まあ、はい、うん、行きましょうかね、よいしょ。それでは、岡村康幸さんのこの曲から歌わせていただきます。いけないことかい、傷ついても二度とはもう話したくない、 baby。 息ができないほど愛してるよ。あなたが住んでるマンション、床にはたぶんバーボンソーダグラス、抱きしめてよ今もしも叶うなら、ウォーウォーウォー、裸でまだいましょう、週刊誌は僕らのことを知らない、お願いだよ僕だけの人になってよ、ウォーウォーウォー。寝れない夜は屋上に登って、イエーイ、風に尋ねてるんだね、ドンファン。虚しいことなのかい、彼女のラブセックスキス、朝からずっと待ってる。いけないことかい、傷ついても二度とはもう話したくない、 baby。 息ができないほど愛してる。
いけなくとか傷ついても二度とはもう話したくない Baby 息ができないほど愛してるよ。ありがとうございました。岡村康幸さんのいけないこと会、そして、
いけないこと会、岡村康之さんのいけないこと会、はい、それと、大好き、はい、という2曲で、はい、ぶち込んでみましたけれどもぶち込んでみましたかぶち込んでみましたけどいかがでしたでしょうかすごい良かったですよ。さとみさんがさ、はい、目まぐるしくさ、いろんな楽器をはい、こうもうやらなきゃいいのにね、やっちゃうんですよね。あれもうそれ見てるだけですごいなと思って、それに、はい、あの歌詞、はい、歌詞をね、すごい早い、いっぱい詰まってる歌詞を ね、 詰まってますね、歌ってね、すごいなって、頭の中がどういうふうにこう切り替わってるんだろうと。変わってございません、もうもうただ漏れでございます。いろんなことを同時にやってますもんね。なんだかね、次何やんのかなと思ってそればっか見てたまあせっかく人のお歌をお借りしているのにもかかわらずね、結構ね、いろいろミスタッチもあり、いろんな感じで私もやってますけれどもまあでもそう、花粉と歌だけでっていう、すごいよね、結構すごい挑戦をしているなと。最近本当にほら一発撮りとかっていう形で、あの、はい、歌ってる人たち多いけれど、この間もちょっとこの番組で言ったんですけど、一発撮りみたいなもんで、ここも、うん、そうよね、あのギターと歌で生演奏で世界に配信してるの、私たち、私の方は早いじゃんとかって思って確かにしかも最近は自分でいろいろなことしながらそうだよね、だからすごいなと思って、うん、そう、同じことはできませんね、あのいやいやいや、まあそんなもう10年それを続けてきて、うん、そう、新たな形で大島のりおさんのカフォンで ね、歌わせてもらってるんですけれども、いいですね、なんかね、やっぱり生でこう、うん、カフォンいいですね、カフォンいいですよ ね、 ねシャキッとするよ ね、 なんかねシャキッとしますか、シャキッとする、あいいですね、うん、この全然話変わるんですけど、6号線そこの道、うん、この間私ちょっとある他の用事でそこの前を車で走ってたら、うん、赤い T シャツ着たマークさんが歩いてました、うん、見つけた、マークさんだって、多分事務所から出てきたのかな、事務所で用事を済ませてなかなか出会うのって珍しいよね、なんかいいことあるかなって思っちゃった。全く違う話ですけどね、ねえ、まあ、またマークさんにもねご出演ねしていただきながら、ね、あのマークさんガットギターを演奏されているので、はい、一緒に何かできたら楽しいんじゃないですか、ね、やりたいやりたいっつってね、うん、本当なかなか実現しないけどねだけどまあコロナが、いや、コロナが落ち着いたらね、人数が制限されてるしね、そうなんですよ、だから本当にできないの、あの、ね、いっぱいのこうたくさんで ね、うちのメンバーもやっぱ制限、ズームで出演したらどうですか、マークさん来させないのかっていう、そうだよそれからその窓の外からひどい扱いかわいそう、まあ、大島さんはありですよね、音響けばね、ありです、ありです、あの大島さんの音が届くからあでもいいんじゃない、ズームでズームで、うんうん、ではちょっとつないでもらって、音だけつないでもらって、マークさんとか言ってね、あとは電話で電話で電話越しで音だけに、音だけに顔は見えないいやいや本当失礼いたしました。まあまたゆっくりと皆さんとお食事もしたいな、ね、いっぱいライブもやりたいななんて思ってるんだけど、ね、うん、なかなかね、うまいようには、だんだんだんちょっとワクチンが増えていって、うん、それによってね、自由が戻ってくるのかななんて思いますけれども、そうですね、うん、ね、またワクチンを打てた頃には皆さん、うん、騒ぎましょうというか、程度のいい感じで楽しみたいと思いますね。はい、というわけでそろそろですね、お別れの時間が近づいてきました。本当、ね、ね、なんかいろいろと頭が混乱今日も混乱はしてましたが、なんとか、いやいやいや、放送事故みたいなものはギリギリなく、でもやっぱりなんかこうさとみちゃんも一人でやってる期間が何ヶ月かあったじゃない、うん、1年だかぐらいかな、うん、1年、うん、まあ、ぐらい先着ぐらいかな、うんうん、でもやっぱ大島さんがこういてくださるっていうだけで全然なんかこう表情が違うっていうか、すごい落ち着いてる感じがしてるので、あー本当、うん、そうですね、よかったなって思う、寂しいですよね、この部屋に一人でこう、うん、そうだよね、うん、そうの
ありがとう。いえ、よかったです。ありがとうございます。よろしくお願いします。うちの妹。こちらこそよろしくお願いします。まあじゃあ、まあ、翔子さんの予定はさっき、まあ、これはちょっとクールダウンして、ね、あのいろいろ準備に、まあ、9月に向けてまた、ね、うん、そうですね、でボート、9月のボートレース、ボートレース頑張ろうと、スワンボートレースに向けて、それ私も行けたら、じゃあちょっとね、行こうよ、ね、ね、で、もうそれでしたっけ、それはまた別か、まだちょっとね、うん、あの皆さんがワクチンほとんど打ってる人たちが集まればね、そうね、うん、うん、ね、その中禅寺湖で歌うかどうかはちょっと分かんないけど、一応なんかね、あのデモンストレーションで、あのスワンに乗ろうと思って、はあ、デモンストレーションで、うん、前はそのみんなと一緒に乗っちゃって、ね、商品をほらゲットしちゃったから、ちょっと悪いなと思って横入りしたのに、横入りしたの、みんな並んでるのにね、だから私はもうデモンストレーションでいいよって最初にバーってやって、みんなバーってやって頑張ってねっていう感じで皆さんをお見送りするっていう、なるほど、うん、デモガールでデモンストレーション、それにめがけてということで、はい、大島さんはどうします、はい、また曲作りですかね。大島さんもスワン行きますか。行きましょうよ、スワン。スワン、ね、そうってあの足でやる。そうそうそう、足でやる。そうそう、足で鍛えておきます。頑張ってください。はい、松下さとみの音楽っていうのは来月は7月の22日同じ時間、木曜日ね、この時間に皆さんとお会いしたいと思います。さあ、じゃあ雨も。梅雨も心配だけど、はい、あとコロナにも負けず引き続きみんな頑張ろうね、はい、まあ、無理のない程度で、はい、はい、ではまた来月までお会いできるのを楽しみにしておりますお相手は私、松下さとみと大島のりおと翔子でした。また来月まで、せーの、音楽っていいなありました、大丈夫ですよ、大丈夫なんです、うんうん、生放送じゃないから大丈夫です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいやいや、今日は無事に、うん、ビデオも止まってないし、久しぶりに完璧に翔子さん尺取れました。取れました、チェックしてたもん私、ね、チカチカ途中切れてないよね、途中なんかピコピコってピコピコしてた、ピコピコしてたよね、だからえとかと思ったら、うん、多分演奏の時にピコピコって、あの多分振動かもしれないね、うん、なるほど、いやいやいや、でもついてたから大丈夫だよね、タイムも多分1時間近くなってれば、うん、途中止まってないんでしょう、うん、怖いよね、怖いよねジンクスってあるからね一応3度あることは4度ある今日は大丈夫っぽいかな、うんうん、いやいや本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございました。翔子さんのそのスワンボート結構ね、うん、面白いね、楽しいんだよね、あれ、あすごい、その日はでも花火は上がんないか、花火はね、あのね、去年はね、うん、去年上がったの、本当その日のスワンボートの日の夜に、うんうんうん、花火が上がったような気がしたな、うん、でその花火、うん、それすっごいなんか雨が降ってて、うんうんうん、
スワンボートはできたんだけど、うんうん、夜になってすごい雨が降ってきて、うんうん、で花火が上がるかどうかって言ってすごい心配で、うん、去年はスワンボートの日の夜にライブやったのよ、うん、その花火に合わせて、うん、なるほど。でもう心配で、うんうん、で間その花火を見て休憩してもらってみたいな感じだったんだけど、やっぱり花火上がって上がって、うん、あのやっぱり低い花火ですよね。そう、低い花火すごいんです。あの中禅寺湖のとこで上がるんだけど、うん、いつもはね、うん、いつもはあの夏 の、 あの、うん、その南大山って山があって、うん、その南大山都廃祭っていうお祭りがあるんですよ、神社のね、うん、でその時に花火が上がるんだけど、うん、そのスワンボートの時も去年はね、うん、上げたのよ、うん、そのなあの都廃祭がなかったから、うん、でもう花火もやりたいしっていうんでやってたんだけど、すんごい雷雨でその夕方からまた、あら、もうすごかったんですよ。それでもう外には出ないでねとかって言って言われるぐらいもうすごかったんで、それででもとりあえず花火が上がって雨が止んで、すごい綺麗だった、ね、あ、もう見たことない低い位置で大きな花、わーって花が咲くんです。こういう位置、上を見上げなくってこう正面に花火が上がるっていうようなイメージなんですよ。 それがまた湖面に映って鏡のように、はい、あれが美しいな、ああいう花火大会すごいな、涼しいしね、うんうんうん、そう、中禅寺湖のとこだから涼しいし、うん、で人もそんな来てないしね、うん、人が少ないんですよ。いいですね、うん、だからすごいいいよね、うん、あのなんか密ではないですね。 そう、うん、それはいいバランスです。そう、私なんかはやっぱりこうほら、うん、あの隅田川の花火とか、うん、葛飾の花火とか、うん、そういうのを経験してるから、うん、そう、もうすっごい人だから、前にも後ろにも横にも行けないもんね。そう、ぎゅうぎゅうで、ところてんみたいに押し出されるようなね、うん、だから それを見てるから本当に人が少なくていい、うん、まあいい塩梅のね、うん、ぐらいがいいですね。今後の花火大会にしても、うん、なんかちょっとね、あんなにぎゅうぎゅうで見るっていうのはどうかなって、あのできたら、うん、あのせっかくの今回のコロ、うん、まあ、せっかくのというかこういう経験があって、うん、より安全に見れるような気がしますよね、うん、やっぱりぎゅうぎゅう詰めで将棋倒しになっても怖いしね、うん、でかといって何日もやるわけにもいかないしね、うん、予約券するのもいろいろ頭は悩むことはあるんだと思うけど、うん、なんかあるといいですね、いい方法がね。今言ってるだけじゃダメだけど、ちゃんとアイデア出さなきゃ本当はいけないんだけど、だけどやっぱり 、うん、今まではやっぱりほら利益追求で結局たくさん売りたいとか、うんうん、たくさん儲けたいっていうことでお客さんをもうぎゅうぎゅうでも何でもやってたけど、やっぱりこれからは少しそこは考えなきゃいけないような時代になっちゃったのかもしれないですよね、うんうん、なんかこう満室でぎゅうぎゅう押されてわいわいわーっていう感覚、うん、それがすごく楽しいとか、まあそうね、あれがいいっていう思いもだいぶちょっとこう、うん、落ち着いたかな。結構これぐらいの距離感、うん、人とのこれぐらいの距離感でスーパーで買い物するにしても、うん、ね、突進してこない感じが、うん、あ、なんかすごく、うん、あの気持ちいいなっていう時も、うん、ね、増えてきたから、うん、なんかちょっと変わるのかな。そう、ね、どうなんでしょうね。オリンピックも人を減らしてってね、うん、やっぱ観覧車を減らしてとか、うん、今いろいろ菅さんもね、うん、かわいそうにみんなからいろいろ言われながら本当にね、大変ですよ ね、 まあどうなることやらで、うん、あと1ヶ月ですからね。本当にあと1ヶ月なんですよね。私本当なんかハラハラしちゃう、うん、できんのかなとかと思って、うん、どうなるんでしょう ね、え、来月の何日くだっけ。23。あれ、さとみちゃんの次の日じゃん。私は次の日、あ、そっか、うん、22日でしょ、さっき22って言ってたね、うん、あ、その次の日で、なんだい、私がじゃあ開会開会宣言、開会宣言しなきゃいけないね。そうだよ、前夜祭、前夜祭だね、うんうん、あら、まあ、なんかしないといけない、なんかしないと本当だよね。オリンピックの顔と顔って、うん、ね、大島さん来月は大丈夫なんですか、予定は。22ですか、うん、大丈夫ですよ、大丈夫ですか大丈夫ですよ大島さん
あの忘れてた時があって、うん、先々月え忘れてたんですか、あの、はい、あ連絡したら、はい、連絡したらあれ今日でしたっけっていう、はい今日です、日にちを間違えてた、そうそうそう日にちを間違えちゃって、そうなんだ、うん、そうそう、そっか、出した来月は第4123第4が22日っていうことなんで、うん、うん、ねオリンピック前ということだから、はい、オリンピックの顔とかをなんかよくわかんないけど、ね、何やったらいいんだろう来月何しようかななんて毎回オリンピックにちなんだ、うん、ないや何ちなめるかね、うん、そうですね、まだまだ何が好きですかオリンピックの競技で、競技は、うん、なんだろうな、やっぱ陸上は好きですね、あ陸上かっこいいよね、やっぱりあの、うんリレーとかね、男子女子のそう、うん走ってるの、そういいよね。走ってるのやっぱすごい美しい。うん、憧れます。憧れるね。うん、私子供の時はね、うん、あの体操が好きだった。うん、私も機械体操が好き、うんね。機械体操好きでした。いいよね、うん。お、また怪我する。こういうのでなんか怪我してるだよ、うん。こうシャッていうあの感じ。そうそうそう。あれがいいよね。うんそうですね、でもみんないいかな、バレーボールもいいし、いやスポーツは全部いいよ ね、 ね感動するよね、感動しますね、うん、水泳もかっこいいし、ね、夏 の、 あのオリンピックも好きだし冬も好き、いいいい、ね、どっちも好きいいよね、うんうん、ですね、オリンピックパラリンピック、うん、なんとかそう、ねね、葛飾からもいっぱいあの選手出るので、あ本当ですか、はい、水泳の選手とか、ああそうですよね、うん、なんか有名な方いましたね、そうそうって言いながら名前を出せないっていう私も有名な方いましたねとかでもなんか上りとかなんかこう出てますよね、だからもうぜひ頑張ってほしいなと思います、ね、この機会逃しちゃうともうまた次っていうわけにもね選手の人たちないですもんね、うんうん、みんなこの日のために整えてね、そうだよ、うん、だからねやっぱりね、うん、私最初はねやっぱちょっと無理なのかなと思ったの、うん、そのオリンピックも今の状況ね、うん、でもなんとかやったらいいんじゃないって私は思った、うんうん、でやっぱり卓球の選手の子たちとかね、うんうん、あの内村さんとかね、うんうんうん、すごい頑張ってるじゃない、うん、でお互いの選手同士で頑張ってる姿を見て励まし合ったりとかして、うんうん、あ自分も頑張ろうとか、うん、気持ちを奮い立たせたりしてるのを見ると、うんうん、なんか勝手にやめたらいいんじゃんとかは言えないなと、うん、思う、だからやっぱりその感染広げちゃいけないなっていうのもあるけど、うんうん、でもやっぱ選手ってその4年に1回のそこを目指して、うん、で内村さんなんかやっぱ今回が最後かもって思ってやってるわけじゃない、うんうん、そこに焦点合わせて頑張ってきた人たちを簡単にやめちゃえばっていう、うん、そのオリンピックしなくていいじゃんみたいなことはやっぱり言えないなと思う、うんうん、なんとかやらせてあげられる方法ってないのかしらっていうふうには思っちゃうね、うんうん、しましてや1年また待ってるわけですからね、そう、うん、ねえなんか本当は去年出れる人たちも、うん、なんか出してあげるってこととかね、うん、なんかもしかしたらもうほら選手生命っていうかピークは過ぎてしまって絶対まあ金メダルには難しいかもしれない、だからこそ参加しても良くないって思うけど、まあそうはうまくはいかないんでしょうけどね、うん、選手枠とか言っちゃって、だって去年出るつもりだったんだからってね、かわいそう、その辺がなかなか厳しい、それも運命なのかね、そうね、ね、まあ、まあでもなんか無事に終わってくれたらいいなってただもうそれだけ願ってるだけですね、うん、そうですね、うん、まあでも信じられないけどもう来月だっていうことで、うん、徐々に急に信じられない、ね、信じられないあれそうだ、そう本当だったらもっとバッカンバッカン盛り上がってますよね、そうそう盛り上がってる、葛飾もいっぱいあのオリンピックの旗が商店街とかにこうね、うんうんあるじゃない、うん、あれ見ると本当にやるのかなとか思いながらね、うんうん、そうだね、生ではちょっと見には行くのは、うん、もうチケットも取れてなかったし、もともとあれ無理だけど、そうだよね、ね、なるべくこうお時間がある時とかは、
ね、うん、応援してあげたいと思いますね。本当そうですね、うん、頑張ってくださいね、うん、みんなね、あともうちょっとですからね、うん、はい、まあまあ、じゃあ来月のオリンピックを前夜祭、前夜祭で、またよかったら翔子さんもまた来てください、前夜祭、音楽っていいな、前夜祭、オリンピック前夜祭いいね、いいね、じゃあ 来月も来ないといけないな、そうだね、うん、そうだねまあそんなわけで今日は久しぶりに3人という形で楽しかったです、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、7月の22日オリンピック前夜祭、はい、また会いましょう、はい、皆さんね、それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら、懐かしいね